皆さんこんにちは寺内直子と言いいまますすどうぞよろししくお願いしますこの発表は明治以降の地方神社の行事における芸能の変化を「地域性」と「中央化」という言葉をキーワードに考察するものです。具体的には三重県の伊勢神宮と愛知県の対馬神社を例に 神社の儀式における中央の雅楽の導入在来の芸能の排除または存続そして新しい三笘の創出の意味について考えていきます、えー。こちらが今日の発表の目次になっています。 雅楽は宮中や機内の寺社を中心に広く儀礼の芸能として演じられてきました。例えば12世紀に描かれた「年中行事絵巻」には平安時代未再絵の最終日に大大理の大極殿という建物の前で武楽が回れている様子が描かれています。また14世紀初頭の春日権現元気絵 では、宮廷から奈良の春日大社に派遣された学人があずま遊びを演じている様子が描かれています一方、都から遠く離れた地方の神社でも古くから画学を用いてきた例があります例えば、名古屋の厚田神宮一宮の増見田神社 などには、平安時代後期、もしくは鎌倉時代に遡る古い武学面が所蔵されており古くから武学が行われていたことが分かります。また関東の鎌倉でも源頼朝が鶴岡八幡宮の祭祀で三神楽を奉走させるために京都から学人の大野義方を招聘したり 幕府の御家人を京都に派遣するなどして都の音楽文化を実践していました江戸時代になると徳川幕府や地方大名の庇護を受けた寺社や儒教を教授する藩校などで画学が実践されるようになりました例えば 徳川家康を祀る全国の東正宮では祭司に画楽の僧楽や武楽が用いられました江戸幕府は関西の金利学人の諸流の学人を江戸に住まわせて「紅葉山学人」として江戸城の将軍家の五行これを紅葉山と言いますけれどもここや、えー、東照宮寛永寺の行事で雅楽を演奏させました。 名古屋の東照宮では終わりの下級士が学人としして奉仕しま,したまた幕末までには宗教儀礼の音楽としてだけでなく趣味としての雅楽が武家をはじめ裕福な町人階層にまで広がり地方でも熱心な実践が行われました。 一方、多くの地方の神社は雅楽とは無縁で神楽などその土地で育まれてきたさまざまな芸能が専門の職能集団神社に属する神職のこともありますがそういった人々によって年間を通じてて放送されてきました。しかし明治維新とともにこれらの芸能の多くは明神に基づくものとして執行を禁止されました。 このため、多くの神社では宮中で行われる雅楽すなわち当学の総学武学三日倉を導入し祭祀で用いることにしました。この発表ではまず江戸時代に雅楽を持たなかった三重県の伊勢神宮が明治になっていかに中央の芸能すなわち雅楽を取り込んだのか。 次に、愛知県の対馬神社が雅楽を取り入れつつさらに大正昭和にかけて神社に固有の新しい御米を創出していかに神社の独自性を強調しているのかを考察します。伊勢神宮ではもともと神前の芸能として中世から大和米御節米都名護米などを行っていました。 また、江戸時代には代々神楽が盛んに行われ、全国の信者のお伊勢参りを魅力的なものにする重要なアイテムの一つとして機能していました。本田康二という民族芸能の研究者が紹介する、下空代々神楽ご祈祷執行の次第という資料によると、下空での代々神楽には全部で36番あったと言います。 またその多くの部分で巫女による舞が演じられていましたしかしこれらの在来の芸能は明治になって禁止されてしまいました明治維新後の政府の宗教政策は基本的には神道を優遇する政策でした しかし実際には神社にとってもさまざまな試練が課されました。全国の大小さまざまな神社は整理統合され、国家神道のヒエラルキーの中に序列化され、神社とは無関係な宮寺が中央から派遣されました。また神社の儀式の種類も厳しく管理統制され、明治四年千八百七十一年には連綿と行われてきた在来の奉納芸能についても。 これれを禁止する達しが出されました。伊勢神宮の記録によると伊勢神宮でも明治4年9月12日に神儀賞から「神奈目祭は今までの通りに行ってもよいが直来は禁止」「天朝祭については規定の通りに行うべきだが大和舞、都名古舞、 名を来なおそこで伊勢神宮では宮中祭祀に習うべく中央の雅楽東学部学三香楽といったものを導入することにしました水原以降という研究者によると意外なことに明治維新当時 伊勢神宮では雅楽を演奏できる者がいませんでしたそこで近隣の桑名藩の旧藩士で雅楽を収めていた者を招聘し伊勢在住の神職らと合わせて明治5年の末から明治6年の1月にかけて雅楽局の最強出張所これは京都にありましたけれどもそこに派遣して集中稽古を受けさせたといいます。ただし この時の時最強出張所の研修で伊勢神宮の一行が習得できたのは東学の音楽と武学のみで三日倉は許されませんでしたちなみに桑名藩では江戸時代の後期に雅楽を藩士に研修させ神社の祭祀で演奏させていました 幕末の桑名藩主は松平定信の息子の松平定長という人で定、えー、信という人は雅楽を奨励した田安宗武これは八代将軍吉宗の次男ですけれども、えー、その人の子供が定信。で定信は雅楽に造詣が深く自らも俗学問答という本を書いたほか「宗古十種 という古い宝物のカタログを編集させました。桑名藩では、宗武貞信と続く画学リテラシーを引き継いでいたのです。明治六年の五月二十七日に、神楽伝習を一般の人民に許すという通達がありました。 つまりそれより前は家族や旧学人に限っていたものをこれからは人民一般に許すということになったわけです。以来伊勢神宮では中央と同じ「三神楽」を神官たちが自ら儀式で演奏できるようになりました。さらに伊勢神宮では昭和20年代の初めから春と秋に舞楽を上演する「神楽祭」という行事を開催し 画学を広く一般に公開していますさて津島神社は名古屋市の西津島市にある神社です江戸時代まで津島御津天皇社と呼ばれ京都の祇園社これは今八坂神社と呼ばれていますがこの神社と同じく御津天皇 これはえ悪い病気を防ぐ神様ですこの神様を祀っていますかつて大大神楽を盛んに行っていました終わり藩の知史長州雑誌という本によると近年になって新館が大大神楽を執行するようになった津島は伊勢神宮や熱田神宮より遅れて最近やるようになった様式は伊勢のものに似ている と書かれています大大神楽の内容は清め人々の着座拝礼県宣のりと草上に続いて巫女ゆたて尺拍子百合は三枚小道弓矢の壇巫女鈴の壇津島笛 山巡りの団などが演じられていました。ゆたてや鈴の団というのは、巫女、すなわち女性の神職が、弓矢の団は少年が重要な役割を果たしていました。長州雑誌には、代々神楽の場面を描いた彩色絵図も掲載されています。それによると、画面左端の植物で飾られた祭壇の前に、 白衣の神職が6名。それに続いて衝動つまり少年が6人巫女つまり女性の神職の人が6人そのほか神楽をそうする神職と大々この行員これは三慶の信者ですけれどもこういう人々が描かれています。 神楽歌の歌詞には、有根義・津島の渡りや尾張、えー、の国などのように地元の地名が読み込まれています。津島市立図書館では、江戸時代の後期に印刷され、津島に参詣した信者に配られたと考えられる版画を所蔵しています。 ここに写っている津島代々岡倉の図という版画は左右対称に遠近法で描かれています神職や、えー、少年、小童、そして巫女などが描かれていますまた左側の水の外側 ここに画楽の楽器を演奏する5人の人物が描かれています小・七力・大手器・太鼓・格子が描かれていますここから津島の祭司では江戸時代の末にはすでに画楽が取り入れられていたことがわかりますただし画楽は代々神楽の中ではなくその前の幹えつまりお酒ですね や供物を捧げる工程これを剣銭と言いますけれども剣銭の伴奏などで用いられたと思われます画楽の演奏者の服装も代々神楽を演奏する神楽方神職の人たちとは異なっています別の資料からも江戸時代末に 津島の神官たちが画楽に親しんでいたことを確認できます金利学人の東義文成という人は美野、尾張三河をはじめ関東にも広く弟子を持っていたことがその日記、学祖日記からわかります文成は1845年から1858年の間に少なくとも5回尾張美野、三河を訪ね そのうちの3回は対馬を訪れています。富見成の日記には、稽古に参加した対馬の関係者として、堀田馬だゆ、堀田次郎重行などの新歓の名前が見えます。さて、明治維新後は、伊勢のトナゴ舞などと同じく 津島でも在来の代々神楽は執行禁じられたと思われますしかし明治13年に津島神社が発行した津島公結社人名簿という資料では春秋神楽式執行と書いてあり何らかの神楽が行われていたことがわかります 島市立図書館では明治期の神楽の版画も所有していますそのうちの一点津島神社おかぐらの図1886年に発行されましたこの版画には中央に榊の枝を持つ宮中三神楽の人情と思われる蔓人が描かれています画面左手には奥から「尺拍子神楽笛」 こと七力の演奏者が描かれています。三鷹の伴奏者と思われます。このことから明治十年代には津島では三鷹の人情舞をすでに取り入れていたと推測されます。一方でこの版画には三子舞の三子たちと三子舞の伴奏の津住も描かれていることから。 旧来のの代々神楽舞も生き残っていたと考えられますしかしこのあとあることを契機に御舞が別のものにとって代わられることになります現在対馬神社では4月1日から13日にかけて代々光神楽が行われています内容は「御子が舞うやも舞」 男性神職が舞う三日蔵のその駒です。薬くも舞は対馬神社が大正15年1926年に国兵商社に昇格したのを記念して昭和2年1927年に大野忠朝に依頼して創作してもらったものです。国平社になるとということは 国からの財政支援を受け国家神道の一部に組み入れられることを意味しています薬も舞は歌と伴奏楽器尺拍子和言神蔵笛七力えそれから舞からなっています歌詞は対馬神社の祭神祀られている神様が明治になってからスサノオの御事となったことにちなんで古事記に見える 須佐能の見事がクシナダヒメを妻とするときに読んだとされる「役も立つ、伊豆も焼え書き、妻ゴみに焼え書き作るその焼え書きを」という歌が取られています。この役も舞の作曲作部を行った大野忠友という人は。 宮内省学部の学人です。明治四十二年、千九百九年に宮内省の学士に任官され、昭和十一年、千九百三十六年に学長となりました。忠友は宮内省の学人として活動する傍ら。早くから神社における祭祀音楽の交流を解き、在職中の昭和七年、千九百三十二年に神社音楽協会を設立しました。この団体は。 友の死後娘の大野静子さんという方が継いで大野さんは亡くなりましたけれども忠いい友は昭和15年1940年の紀元2600年という国家的な祝典に際して宮内省学部が制作した新作部学の「昭和楽」「悠久」という のの作曲作部を担当したほか全国の神社で放送された巫女舞の「弥雲舞」も舞は、えー、私が実際に見学したところによると巫女が日の袴に千早という装束を着して手に榊の枝を持って舞います。まず 笛の独奏によるマイリオンジョウという音楽で、舞人の巫女が左右の控え所から2人ずつ登場し、本殿と拝殿の間の広間で合流します。当局の部分で4人が舞います。まず横一列に神前に着座し、深々と拝礼した後、座ったまままず手を動かして舞い始めます。やがて立ち上がり、4人で輪を作り、 輪の内側を向いたり、外側を向いたりしながら、時計回りに位置を変えていきます。文学の春泥歌というのをご存知の人もいるかと思いますが、えー、春泥花のように花が開いたり閉じたりするような印象を与えます。舞の集結部では、再び神前に一列に着座して舞、拝礼して終わります。舞が終わると、マカデオン場、音楽は参り音場と同じです。 このマカデオン城で、毎人が二人ずつ左右に分かれて退場します。さて、結論に入りたいと思います。一般に文化は、周辺との絶え間ない交流によって形成され、変容します。対馬神社は江戸時代後期、厚田神宮や伊勢神宮に遅れて代々神楽を修するようになりました。 その形式は、先行する神楽の諸形式、あるいは諸要素を取り入れて作られたと考えられます。例えば、津島の代々神楽に見られる、ゆたて、みこまい、ゆみか田ら、たうえ、えびすまい、やめぐりなどは、他の民族芸能の神楽などでも見られます。一方で、津島の代々神楽の歌詞には、有根よし、津島の渡りなどのように、 ご当地の地の名を歌詞に挿入して、て他のの神楽との祭歌を図っています。江戸時代までの神社はその由来祭祀芸能において多かれ少なかれ何らかの要素を周辺のものと共有しつつ一方で自分の社の独自性を創出して人々の信仰心に訴え産経の御利益を説いてきたと思われます。 明治時代のの国家神道は、その地域性をを排除し、しし国家の管理を浸透させようとしました。地域で伝承され神社で放送されていた社殿の神楽など昔からの芸能の多くが執行を禁じられその代わりに多くの神社で宮中で行われる当学の総学武学三神楽などを導入することによって儀式を継承しようと努めました。 その最も顕著で、かつ敬意がはっきりしている例が、前述の伊勢神宮の画楽の導入です。千島神社ではすでに述べた通り、江戸時代末から金利学人に画楽を習ってきた伝統があり、伊勢のように新たに画楽を習得する必要はありませんでした。画楽の総額については、明治時代になってもそれほど困ることはなく、 明治十年代にはその駒も習得していたと推測されます。全国の神社と同様、明治以降の対馬神社の祭祀科布は中央の画学を規範としてある意味で中央化していきます。その中で注目すべきは昭和2年に導入された薬模舞でしょう。薬模舞は 中央化と地方性の狭間で微妙な、まあ、アンビバレントな意味を持つ演目と言えるでしょう。この舞は、津島神社だけで行われているユニークな神楽舞である点、津島神社の独自の伝承ということができます。しかしこの舞は、中央の宮内省の学人、大野忠友が創作し、同じく忠友が作曲作舞し、 今日全国の神社で広く行われている巫女舞の浦安の舞とも類似する舞ぶりが含まれていますこの点において一種の中央化の一端に位置すると言えるでしょうさらに八雲舞の歌詞は対馬という土地を想起させる要素はなくむしろ島根県の出雲と結びついていますこの点対馬や尾張という地名を含んでいた 江戸時代の代々神楽の歌詞の方が地域性あるいは在地性に富んでいると言えるでしょうまた江戸期の神楽歌の歌詞に現れる祭神神様は恵みをもたらしてくれる農業神または福の神の性格を持っていますがはっきりとした固有名詞はありません。 一方、八雲舞の歌詞は須佐能事が読んだとされる和歌を歌詞にとることによってこの社の祭人が天皇家の神話に連なる有名な神様であるということを明瞭に示しています。つまり八雲舞の誕生はそれまで代々神楽の中で恵みをもたらしてくれるどちらかというとアノニマスな地域の農業神あるいは福の神、 として歌われてきた存在がスサノオの御事という危機神話に登場する固有名詞に変身した瞬間であったと言えるでしょうこのことはもちろん明治初頭の神仏分離により全国の天皇信仰の社において五頭天皇ではなくスサノオの御事が前面に押し出される潮流と深く関連しています かくして八雲前は昭和2年以来すでに93年の時を積み重ね対馬神社の新しい代々神楽の表彰として今日定着するに至っています。さて前に言及した大野忠友という人は全国の神社で放送するために村安の舞以外にも多数の神楽を創作しました。 例えば八乙女の舞、三玉名米の舞、玉垣の舞などですまた一部は八雲舞のように特定の神社のために創作されました例えば靖国神社のための靖国の舞富岡八幡宮のための富岡の舞などですこのように各神社でいわゆる社殿の神楽としての固有の演目を創作する動きは 20世紀後半になってても続いています例えば愛知県一宮市の増見田神社では1974年に当時の伊勢神宮祭主の北白川房子という方が読んだ歌に宮内庁学部の学人東儀文孝曽野博春が作曲作部した「宝刀舞という巫女舞を創作しました。 松田神宮では1994年に当時の宮司の読んだ和歌に同じく当義文高・曽野博治が作曲作部した「御剣」という御笘米を創作しました一方で熱田神宮や増見田神社は明治期以前から伝わる「代々神楽」を現在も維持しています。つつまり、いくつかの神社では、 在来の神楽は近代に駆逐され新たに中央の形式え宮中の三神楽や新作の御子舞が投入されたですけれども別の神社では中央の形式と在来の古い神楽が並存しているわけです並存している神社では行事の性質によって新しい中央様式の御神楽や御子舞と 古いカグラの使い分けが行われているように見えますけれども、それについては機会を改めて論じたいと思います。以下は本日提示した画像の出典になっています。こちらが参照文献のリストです。 私の発表は以上で終わります。ご静聴ありがとうございました。